ストシーズン3のマップについて。なんか今回のマップ広くない？あ、なんかホロメンとかみたいにデコボコがない感じするよねと。なんか今は祭り先輩とかの胸の上を走ってる感じと話しておりました。さりげなく言うなもん面白かったですね。祭り先輩の胸の上を馬が走ってるわけではない。祭り先輩の胸のように感じるっていうだけっていうね。そう、おもろいですねちょっと言葉をお送りさせていただきたいと思います。ねねっち、次インスタとき家なくなっちゃうのかな。楽しみー、あっぱれー。わおー、わかりませんが、これがね、あの祭り先輩の耳に届いたらちょっとどうなるのかなという。